ペトロ・マルチネスを彷彿とさせる。2021年に令和初の投手五冠に輝き、翌2022年には NPB 史上初となる2年連続の投手五冠を達成した山本由伸。最速159キロを計測するストレートと多彩な変化球を投げ分け、中でもスプリットが高く評価されています。山本は2019年の WBSC プレミア12や2021年の東京オリンピック、2023年の WBC で金メダル獲得に貢献。国内だけでなく海外チーム相手にも奪三振ショーを披露しています。そんな山本の2023年の WBC での投球内容はメジャーでどのように評価されているのでしょうか。 WBC の山本由伸。山本は2023年の WBC で3月12日に行われた1次ラウンドのオーストラリア戦では先発として、3月21日に行われた準決勝のメキシコ戦ではリリーフとして登板しました。オーストラリア戦では4回1安打無失点、奪三振は8と奪三振ショーを披露。力強い直球と鋭く落ちるスプリットの落差にアメリカメディアから衝撃の声が上がりました。続くメキシコ戦では失点こそしたものの 3.1 回を投げ、奪三振4を記録し、奪三振力の高さを見せつけます。そんな素晴らしいピッチングを見せた山本、実は2022年のオフに近い将来のメジャー移籍への理解を球団に求めていました。その内容とは、海外フリーエージェント権の取得を待たず、ポスティングシステムによる移籍を希望するものです。これまでもメジャー志向について伝えたことはあるようですが、2023年1月の契約公開の場で真剣に時間をかけて話したのは初めてです、と回想。球団側の反応については、しっかり理解してくださったと思います、と話しました。メジャーリーグでは25歳ルールがあり、25歳未満の海外契約選手はマイナー契約しか結べず、契約金や年俸が抑えられます。しかし山本は2023年8月に25歳を迎えるので、2023年オフにポスティングによるメジャー挑戦が濃厚。WBC を通じてダルビッシュ有から多くの薫陶を受け、メジャーへの思いがさらに膨らみました。オリックス OB によると、用具や代理人についても着々と準備を進めていますとのこと。2023年シーズン、グラブを IP セレクトからナイキに変更。スパイク、アパレルはすべてナイキと契約したことになる。ナイキはロッテの佐々木朗希も契約している。アメリカ資本の外資系企業ですから、当然将来のメジャーリーガーをえりすぐっています、とコメントしました。さらに、日本国内のマネジメントは電通グループがサポートしています。由伸にナイキを斡旋したのも電通グループだそうです、と、すでに強力なバックアップを受けているようです。マネジメントもすでにダルビッシュやメッツの千賀滉大、カージナルスのヌートバーらが所属するアメリカ大手代理人事務所ワッサーマンと契約を結んでいると言われています。山本の登板試合でネット裏に MLB のスカウトが陣取ることはもはや珍しい光景ではありません。よほどのことがない限り、2026年までには太平洋を渡っているはずです。メジャーからの注目が集まる山本ですが、メジャー関係者は2023年の WBC でのピッチングをどう見たのでしょうか。メジャーの反応。アメリカメディア、ニューヨークポストのジョエル・シャーマン記者は、2023年2月8日取り上げた記事では、日本で証明することはもう何もない。腕の振りも良く、制球もいい。千賀より上だと思う。スプリットとカーブが特に鋭く、お化けフォークと呼ばれる千賀のフォークよりいい、などスカウトが語ったことを紹介しました。また野球サイト MLB トレードルーマーズが現地時間2月9日の記事では、ニューヨークポストのジョエル・シャーマン記者のレポートをもとに、アメリカ各球団が山本に高い関心を示しているとして、24歳の山本はすでに NPB オールスターに4回出場し、過去2シーズンでパ・リーグ MVP と沢村賞の両方を獲得している。その理由は想像に難くない、と実績を称賛。その上で、2021年の開幕以来、山本は防御率 1.54 という驚異的な数字を叩き出してきた。彼は10完投で6度の完封、投じた9イニングあたりの平均被本塁打は 0.30。
さらに完投のうちの一つはノーヒッターだとして過去2シーズンの成績を評価しました。さらに NPB でトータル800イニングを目前にして通算防御率 1.84 を誇るが、これは人間離れした数字であり、年齢を考慮するとさらに印象的なものとなると見解。2023年2月20日、侍ジャパン合宿のブルペンでマスクをかぶったヤクルトの中村悠平は、どの球種も一級品なんで、どんな球も勝負球になるし、カウント球になる、と日本球界屈指の剛腕が秘める技術力の高さを語っています。日進月歩で飛躍を続ける山本のピッチングは、アメリカ野球の酸いも甘いも熟知するダルビッシュも太鼓判。ダルビッシュは2023年2月25日にトラックマンで計測された山本の投球データをタブレットで確認しながらアドバイスをした際に、山本の球は全部すごいですよ、とその実力を絶賛しました。またブルペンでも球速がしっかり出ていますし、縦のホップ成分というのもしっかりありますし、シュートであったり投げ分けもしっかりできていると分析。メジャー実働11年のダルビッシュから見ても全てが一級品というわけです。 Twitter や YouTube などで投球を分析しており、ピッチング忍者の愛称で知られる投球分析家ロブ・フリードマンは2023年3月13日に前日に行われた WBC 1次ラウンドのオーストラリア戦での山本の投球を見て、2つの変化球とその制球力に注目していました。変化球の一つは急落下するスプリット、もう一つは相手打者を幻惑するカーブです。フリードマンは、評判通りだ。オーストラリアでは手に負えなかった。直球、カーブ、スプリット、同じピッチトンネル、ボールの軌道に入るから、コンビネーションでより効果を発揮する、とコメント。さらに制球力について、それぞれをコーナーに投げ分ける制球力がある。もうメジャーに挑戦する準備ができているね。もちろんメジャーでも十分に通用する。先発1、2番手のレベルと言えるだろう。体は決して大きくないが、マウンド上では自信がみなぎっているように映った。ペドロ・マルチネスを彷彿とさせる、と評価しました。フリードマンは自身のツイッターで、空振りを奪った91マイル、約 146.5 キロのスプリットを最高、カーブを残忍と表現し、動画を投稿。その動画を見たファンも驚いた様子で、スプリットにはマジで消えて見えるんだろうな、違法、一番キレキレだったとコメントが並びました。ボールを離す瞬間に手首を返す独特の投げ方のカーブにも、なんてこった、彼はどうやって、これはどんな魔法と衝撃を受けたようです。しかし一方で山本がメジャーで活躍できるか不安材料も指摘されています。山本の不安材料。2022年4月に発行された2022プロ野球ベストプレーヤーランキング100内での企画で、日本で活動する MLB 球団のスカウトたちは山本について懸念材料について指摘しています。メジャーリーグの長く過酷なシーズンを戦い抜くために必要な強靭な体格をビルドアップできるかどうかという指摘が一つ。もう一つの興味深い指摘は、テクニックに頼ろうとしすぎているという点です。山本はストレートに加えてカーブ、カットボール、スプリット、スライダーと多種多様な球種を操ります。これは確かに長所であることは間違いないのですが、少ない球数で可能な限り長いイニングを投げ抜くためにはシンプルにストライクゾーンで勝負する必要があるという考えです。ただ現代のメジャーリーグがかつてないほどの変化球時代を迎えているのもまた事実。以前は直球が投球数の半分以上を占め、そこに 2、3 の変化球を加えてピッチングを構成する先発投手が大半でした。ところが最近は最も投げる球種が変化球という投手も珍しくありません。多彩な変化球を操る本格派といえばダルビッシュが有名です。大谷もスライダーを軸に投球を組み立てることがあります。山本はメジャーで成功した2人の日本人投手のピッチングを参考にするといいかもしれません。また投球イニングについても不安が残ります。2021年と2022年の2年間は200イニング近くを投げており、日本シリーズでは脇腹の違和感で途中降板。
他にも右肘を痛めた経験があります。いずれも投手にとっては重要な箇所だけに、故障はもう問題ないのか、再発の危険はないか、慎重な調査が必要です。獲得したのはいいが、故障で全く使い物にならなかったでは済まされません。他の懸念点として挙げられるのが身長の低さです。山本の身長は178センチと、メジャー投手平均が190センチオーバーなことを考えると、かなり小柄な部類に入ります。野球サイト MLB トレードルーマーズにおいて、現地時間2月9日の記事によると、山本の身長について、2023年の健康状態と成績次第だ。どの選手も、特に投手は大きな怪我をすればその見通しが変わる。山本のスカウティングレポートを読むと、その小柄な体格が少なくとも大リーグのスカウトにとっては気になるところだと指摘されるとコメント。さらに、彼が例外になり得ないというわけではないが、一般的なコンセンサスは彼がそうなる可能性が非常に高いということのようだと慎重な意見も並びます。それでも高台千賀よりも評価は高い、 MLB でナンバーワンのスターターになる可能性もと、山本を称える言葉が随所で見られるほか、ポスティングフィーが高額になるとも予想。山本にはメジャーでファンの不安を払拭する活躍をぜひとも見せてほしいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。